王様のお部屋。さあ新コーナー、王様のお部屋じゃなかったですね。はい、すいません、ちょっとね悪ふざけがすぎました。今日女王様だからね。そう、女王様にちょっと対抗してね王様になりたいなっていう感じ。はい、俺がやっちゃってからね。やれって言われたからやったんですよ。やれって言われたら何でもやらしいよ。もう違うの、何でもやらしいよ。OK、 大岡の指がじゃあね、はい、OK、はい、8873人の体を通して作り上げた独自のノウハウであなたの体を楽々にします。ボディケアの専門家、遠足くぼっちこと久保よしひろです。このコーナーでは体を変えることは簡単、今までとは違う切り口でお伝えしていきます。今週のテーマは3つの記号とダイエットです。3つの記号、はい、3つの記号。どんな記号が出てくるのかな。記号、何が好きですか。記号、うん、記号、記号、記号、今思出たのは、うん、あのなんか無限大の無限大鉢がこうなってるのが今頭になんか結構あの聞いたところからかすぐ答えなきゃいけないんだけど、癖がついちゃう。他は他は他の2つは他、はい、他3つ、あ、3つ言うの。あ、分かった。もう1つはね、あのね、なんかね、なんだろう、ファイとかいうやつ。ファイ、よくわかる。あとね、ファイも、あとね、もう一つ、三つ目はもう言えるよ、すぐ。はい、あの、万字型。ああ、万字型ね。はい、はい、はい、まあ、先生、聞こえやってるので、あの、はい、少林寺。ああ、いいですね。はい、この形、記号。言えた。あ、言いました、言いました、素晴らしいです。で、そっくりだよ。一緒にな、ほんと。そこ、そこ、言わせばいいからね。言わせばいいからね。で、一緒に一つのね、希望は、スラッシュですね。こういうスラッシュね、スラッシュ。スラッシュ。で、あとの2つの記号は別にどういう感じでもいいんですよ。ただ、あの記号の中に自分の中にネガティブなものがない。バツとかだったらちょっとネガティブなイメージあるじゃないですか。はいはい、そうじゃなくて、例えば無限大だったらこっちが目的、ゴールの方に無限大持ってたりするね。うんうんうん、で、じゃあ万字をスタートにして、で、無限大をゴールと。はい、おぉ、なるほど。で、ね、まあ、松本さんと そうビジネス談義をした時に、現状と、理想、それをつなげるって話したじゃないですか。ああ、そうね、はい、うん、現状を引く、ね、理想を引く現状、うん、がギャップじゃん。そうですね、うん、結局ダイエットでも何でも、うん、そこのギャップをいかに埋めるかですよね。なるほど、はい、うん、理想を引く現実。そう理想を引く現実、現実、うんうん、なるほど、はい。で、こうしていくと自分に今何が必要なのか、何が足りてないのかっていうのと、あとね、いきなりみんなこう、じゃあ明日から食事制限しますとかそういうのに走るんですけど、うん、地図ないのに目的地に行かないですよね。うん、ね、行かないですよね。今カーナビがあるからそういう発想ないかもしれないですけど、うん、もし初めての航海に出るときに地図ないとどうですか。地図ないと、はい、うん、どういうルートで行けば分からなかった ね。どう行けば、ね、どういうルートで行けばいいか。そうそうそう、うん、結局だからダイエットもそうで、だから途中で路頭に迷う人がね、非常に多いわけですよね。路頭に迷う人がね、はい、はい、多分、うん、今日路頭に迷っている人たちは、本題聞けるのは次回かな。今日はですね、オープニングの振りが長かったがために、こっちの本題がこれぐらいになってますから。そうですね、もう時間ですね。うん、ね、でも理想を引く現実ね。そう、そうですね。何でもそうね、うん、目標達成だもんね、うん。なるほど。一つポイントは何でしょう。一つだけ今日はちょっとポイント教えてください。ビジネスもダイエットも一緒ですよ、うん、ってことですよね。ビジネスもダイエットも目標達成は同じと。はい。ああ、なるほど。共通してますよってことですね。うん、そういうことです。はい。じゃあですね、くぼっちさんからインフォメーションをお願いします。はい、くびれ .biz ですね。くびれ .biz、 はい、それで検索していただくと、まあ、ページが出てくるんで、そちらをこういろいろ無料の動画とかもね作ってますんで、それを見ていただいて、少しでもね体を変えること、ダイエットすること、あ、簡単なんだなって効果を出していただければと思います。はい、くぼっちイズムのコーナーでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。